ったら反応あり、2回だったら高活性、3回なら強烈、4回は一体何？まさかこれは今の音は？この声仕入れるなら車にすればよかった。もう一つの仕事は振り出しに戻ってしまったし、収入もかなり減るだろう。ビデオ屋の方も本腰を入れないと。それもそうか。でもなんでスローな映画ばっかりなの？スリリングな方が良くない？お兄ちゃん、リン、僕は万人受けするビデオを選んでるんだ。本当に万人受け？ほとんどアートとドキュメンタリー映画ばっかりなのに。それはこういう映画を求める人は多いんだよ。新エリートでの生活は大変だからね。みんなそんなヤワじゃないって。あ、前回はお兄ちゃんが選んだんだし、次は私だよね。あれは二人で選んだんだ。あれはお兄ちゃんに乗せられたの。次は私がビデオを選ぶ。すみません、フォロー調査協会ですが。間に合ってるよ。お兄ちゃん、いいよね。けど今月は僕が、じゃなくてお客さんがドキュメンタリーを見たいって言ってたし、元のプランでいいんじゃないかな。聞こえたよ。そうやってお店のお金を自分の趣味に。さて、何のことやら。もう一つの仕事の依頼人だ。さて、仕入れには変更なし。次回は、いや、先にこっちの仕事だ、リン。お兄ちゃん、少しプランを変更しない？いつの間に。依頼人の方はお兄ちゃんに任せるよ。私は代わりにビデオを仕入れてくるね。まさか一人で行くのか。おい、しっかり万人受けを選ぶから店番よろしくね。チョップ大将おかわり。おや。食べ過ぎじゃないか。いいじゃん、ずっとフォローにいたんだから。具合はどうだい？うん、バッチリ。仕入れたビデオはフォローに落としちゃったけど。お客さんがっかりするだろうな、新しいビデオがなくて。
がっかりはお客さんじゃなくてお兄ちゃんの方でしょ。まったく。それならまた明日シーラに行こう。次はリンが決めていいから。あ、本当に？じゃあいいこと教えてあげる。お兄ちゃん、ドキュメンタリーが見たいんでしょ？どう？よく撮れてるでしょ。これ今回の資格記録じゃないか。ダメ？実はベースドキュメンタリー風ブレブレのカメラはフェアリーがいい感じにね。涙あり、スリルありの超大作。そうだ、これ店に並べようよ。そしたら却下。ダメだ。さては、照れてる？あのね、もう着くぜ。社長はすぐそこだ。まだ若いが百獣の王って感じだからね。存分に緊張しな。しなくていいじゃないんだ。どいてー、走る。おい、なんだこりゃ。キミカアンド絶賛点検中だよ。そのまま待ってて。怖がらないで、ただのファイアウォールだよ。全然痛くない。やめ。終わったか。悪い、遅くなった。これが百獣の王、白皮重工のボス？あ、はじめまして。ああ、これはこれは、プロ騎士さん、ついて早々申し訳ない。社長と待っていたところだ。え、じゃあ、あなたは…何すんだ、グレース、おおろせ。こちらが我が社の社長だ。おおろせってんだろ。白義重工社長のクレタ・ベロボーグ。それ以上来ないで。ここは私たちの秘密の花園。女の子の声、あそこだ。わかってるわよ。マッシロ君との仲を引き裂く気でしょ。でもリシャ、会わないうちに一発の乙女になって。グレース、おい、落ち着け。だがマッシロ君とは白いのか。まさかあの作りかけのビルか。作りかけですって。私、マシロ君と一緒を添い遂げるの。だから今だ、取り消しなさい。ようやく決まったな。待ちくたびれたで。あ、なんか偉そうっすね。つーか、なんだよそのボイスは。お前、論理コアが壊れてんじゃねえか。帰って点検すんぞ。病院にガキ連れてくんのちゃうんやで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。男だ。男はダダをこねたりしねえ。自分言うやんけ。気に入ったで。ほな男同士真剣勝負と行こうか。いたぞ、三型ホロー用工業パイルドライバーフライデー。気づかれたぞ。どんな性格になってるか知らんが。何の、もう問題児を2台説得してんだ。こいつの話も聞いてやれ。突っ込んでくれ。に、逃げた。ぼさっとすんな。すぐ追うぞ。
うちょいこっちだ。焦らずゆっくりな。いいぞ。オーライオーライ。任しとき。殺せ。どんなもんや。行こう。ここにもう用はない。ああ。待たれよ。我は重大なことを忘れてはおらぬか。そう、封印。我が子ホルスは我に封印を固めようと。しかし封印とは一体。おい、あそこになんかいんぞ。エーテリアスには見えないけど、すごいエーテル反応。ヒヤッとしたぜ。なあ、こいつは一体なんて化け物だ。エーテリアスには見えない。人間の侵食体でもないし。リン、どうした？何これ。マジか。ハンス、フライデー、答えろ。シグナルロスト、エーテル指数増大、気をつけて。重機を取り込んだ。全員おだぶつだ。プロトタイプ社長。動かすのに手間取ったが、私に任せろ。来い、バケモン。ファイトっすよ社長。頼む、動け。
めんなよ。これが白銀重工の誇る捕虜用知能重機だ。侵食がなんだ。白銀重工の門はな、絶対負けねえんだ。なあ親父、今の白銀重工は悪かねえだろ。